そうそうでですすね。やっぱりね。しきちゃんとめいちゃんって掛け合いもすごく多いので、なんか若菜でよかったなって思うことがたくさんありますね。初めて聞いたんだけど。ちょっ嬉しい。とあんまこういうこと言うと調子乗っちゃうので。Meanwhile。 ちょっと後で聞いてみよう、なぎゅうに。なぎさがいたら怒られる。なぎさがいたら。なぎさがい、ごめんなさい、初めて言った、今。ナチュラルに初呼び宣伝もろっなてぎ。ちょっと。違うんですよ。これエピソードがあって、私ファンミーティングツアーで回らせていただいた時に、こう、くまちゃんって呼んでくださいっていうふうに発信してたんですよ。それなのに、なぎさが、なんか、私のことを若菜って呼んでくれたんですよ。あら。なんかその時に胸がときめいちゃって。なぎを聞いてる？なぎを、くまちゃんにときめきを与えてるわ。じゃあ私言ったんですよ、本人に。言ったの？若菜って呼んでほしいって。言ったんだ。そう。そしたら、じゃあ、そういうふうに呼ぶようにするわっていうふうに言ってて、じゃあ私も今ちょっと、なぎさって言った。それは今初なのね。今初。いや、本人に呼んだっけ、ちゃんと直接。で、紙に書いてますか？あ、ごめんなさい、ちょっと待って。書いてます書きか？ます。書いてなかったの？書く。あ、ごめ書いんなさい。て。今ちょっとなぎさのことで頭がいっぱいだった。ごめんなさい。ないよ。私でも色名ですなそれ。色名が。すごい、もう今日純粋なオタクがいっぱいいる。くまちゃん？いや、すむ続ちゃけん？てください。ごめんなさい、ごめんなさい。めっちゃ面白何してるか、ぼ見やてけてない見かえなも。くて。え？そう、あ、もうちょい前から、もうちょい前、ちょっと、ダメです、払われました。ごめんなさい。ごめんなさい。